はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このブログで、すいません、この動画では、ライトニングトークですね。ライトニングトークを、するときに使う、Google スライドの、使い方について、ご紹介してみたいと思います。まず最初に、このライトニングトークっていうのは何かっていうと、5分ぐらいなどの短い時間で、参加者の全員が何らかのプレゼンをするイベントのことなんですね。はい。で、これとても面白いのは、時間管理ですね。それが厳密っていうか、とても楽しいんです。で、例えば5分とかっていうふうに決まっていたら、5分の時間が来たら、大きな音でグワーンっていうですね、そういうドラが鳴るんですね。で、その発表している人はまだ話したくても、もう無理やり退場させられてしまうんです。なので、これは非常に楽しいイベントなんですね。はい。で、イベントをするために、Google ドキュメントじゃない、すみません、Google スライドの、共同編集を使うととても便利なので、そのプロトタイプをちょっと作ってみました。こちらに書いてありますが、これはこの、YouTube の動画の概要の欄にですね、このリンクは貼っておきます。で、まずこれを開くと、こんな風にコピードキュメントという画面が出てくるので、ここでメイクアコピーを押します。はい、出てきましたね。はい、まあ最初の1枚目はこれする、あの説明なんですけど、大丈夫かな。はい、まあこの1枚目は説明なんですが、まあこのままあっても、いいです。で、はい。ですね。ちょっとじゃあこれプレゼンテーションしてみましょうか。まあ、ここに書いてある通りなんですけど、このプレゼンテーションっていうのを押して、ちょっとこれは、はい。今はバーンと音が聞こえてるんですけど、多分皆さんには聞こえてないかもしれませんね。はい。で、ここに、ですね。これが、このボタンを押して、それからオートプレイにして、15秒にして、その後このプレイを押すんですね。そうすると、すみません。今ちょっと15秒待たなければいけませんが、15秒経つと、これが自動的に次のスライドに変わって、そのドラの音がグワーンと聞こえます。もうそろそろですかね。こんな感じですね。で、右下のところに、また15秒の、秒読みがあって、15秒経つと、同じように、次のスライドに移動します。こんな感じですね。こんな感じでどんどん進んでいくのが、ライトニングトークなわけですね。はい。じゃあ、ちょっとこれはここまでして、で、次はこれをですね、今は私一人しか編集できない状況になっていますから、これを、学習者の皆さんと共同編集をします。共同編集をするには、なんでかっていうと、自分のですね、話すタイトルと名前をそこに書いてほしいからですね。はい。で、そのためには、じゃあちょっとね、まずここですね。最初は、リストリクティブになっているので、ここはもう、ここにですね、anyone with the link にしましょう。そして、ここのところは、ビューワーではなくて、エディターにします。それで、なんですね。で、まずコピーリンク。はい、コピーリンクしました。はい、で、そうすると、じゃあ、今度ですね、別の新しいタブで、こうやって今、コピーしたリンクをペーストして、エンターしました。はい、すると、同じように、こちらと同じ内容の、なんですかね、スライドがここで編集できるわけです。で、例えば、じゃあ、この2番、私が最初に発表するとしたら、ここに、村上義文とか入れればいいわけですよね。村上義文。漢字。すいません、これはタイトルか。じゃあ、タイトルだから何にしましょうか。
冒険について。次の冒険について話します。これだけでいいや。はい。で、発表者名を村上。はい。こんな風にしますね。はい。で、こちらで、じゃあ隣の方でね、今、こんな風に別の人が、編集してますよっていうのは見えますね。じゃあこちらの人は、じゃあここで、何にしましょうか。私の猫の才能について。はい。まあ、これでも何でもいいんですけど、発表者名、誰にしましょうか。まあ、誰でもいいんですけど。じゃあ、山田花子。すいません。オリジナリティがなくて。はい。まあ、こんなぐらいにしときますよね。はい。で、これで、まあ、こんな風にですね。まあ、で、これがもし、何人もいる場合は、まあ、ここを、すいません。さっきと同じように、タイトル発表者名ぐらいにしたままで、このままこれをたくさん、こういうふうに、もう10人なり20人なり、発表者の数だけこれをペーストしておけばいいと思います。それからここにですね、秒読み用の、この数字が書いてありますが、これはですね、今上の方に、映ってますね。これね、スライドタイマーっていう名前の、そういう名前の、拡張機能です。この拡張機能を入れておくと、こういうふうにですね、このカッコの間に、何秒の、カウントダウンにするかということと、ここにマイナスですね。マイナスを置いておくと、これがカウントダウンされるようになっていきます。ですから、例えば、30秒とかでやるんだったら、ここを30にしておくとですね、30秒から、カウントダウンされます。まあ、今はちょっと15秒のままで、試しにやってみたいと思いますね。じゃあ最初の1枚目はもうこれは、ただの説明のためですからもういりませんので削除してしまいましょう。はい。それでは、もう一回プレゼンテーションしてみますね。ここを、15秒にするんですよね、さっきのね。で、プレイ。はい。今から15秒後に、これが自動的に、次のスライドに移動します。で、最初のタイトルがこういうふうに書いてあるわけですね。で、次、山田花子さんのスライドが出てくるはずです。はい。こんな感じで、もう自動的に、スライドが、切り替わっていくので、途中で話したくても、もうその人は、退場をせざるを得ないわけですね。そうじゃないと次の人が話せなくなってしまうからです。はい。こんな感じです。はい。はい。これね、ライトニングトークというイベント自体もとっても楽しいですし、それから、それをですね、準備するのも、こうやってですね、Google の、共同編集を使うと、別にその先生とか、主催者が、一つ一つこういうスライドを作らなくても、もう発表者がそのまま自分のところだけ、タイトルと名前だけ入れればいいので、とても簡単にできるのでお勧めしたいと思います。はい、それでは私からは以上です。そして冒険は続きます。